どうもめっちゃめっちゃメッセです。はい、それでは今日もやっていくんですけどね、ちょっとね、あの雨でね、ちょっと聞こえづらいかもしれないですけど、雨の音が、ね、入るかもしれないですけど、まあその辺はね気にせず、やっていきたいと思います。中京大中京、ちょっと完全にね時代終わってしまったということで、ちょうどこれね1年前ぐらいにね、僕が中京大中京のもう弱くなるでってか、もう時代終わったよっていうね動画を1年前にして、ほんでね、その時はね、ものすごいね僕は批判を食らったんですよね。多分見返してもらったら分かると思うんですけど、ものすごいこう怒られたんですよ。お前そんなこと言うなとか、お前そんなはずないやんけみたいな、でたらめ言うなみたいな感じでね、ものすごい言われたんですけど、まあね、その1ヶ月後にね、中京大中京がね、いきなり公立高校にボロ負けして、2回戦か3回戦夏ね、ほんでまあ僕の言ってることがね、まあ正しいってね、まあまあまあそれはまあ正しいんですけど、まあなったと。ほんでね、まあその中京大中京がね1年経ってどうなったかっていうね話と、もうちょっとほんまに終わってしまったなとね、いうね話をね、でなんで終わったのかっていう話を今日はねしていきたいと思います。まずね、中京大中京といえばね、まあもうみんなね知ってると思うんですけど、愛知県のねもう超名門校で、まあ有名なあれで言ったらね、あの日本文理と中京大中京、10点差かなんかをこう最終回追いつくってね、僕ちょうどまだ幼いねメッセはあれレフトスタンド、確かね親父と一緒に見に行っとって、ほんでもう帰ろうかってなった時にね、僕がカレーこぼして、ほんでそのカレーの掃除してる間に追いついてね、もうカレーこぼさなかったあの試合最後まで見れてなかったと。ほんまやったらね、もう先に帰るじゃないですか。こうまあそんなね話はもうどうでもよくて、あのね、そのね中京大中京なんですけど、なんでねこんなに弱くなったかっていう、まずね原因、あ、ほんで、ね、最新のね情報で言うとね、今回カス、中京大カスがなんちゃらみたいな、まあほんま弱小校ですよねに聞いたことないようなチームに、1回戦でもうね、あの名門中京大中京は負けてます。だからね、もうこの時点でもうちょっと大丈夫かってなるじゃないですか。ほんでまあね、それなんでそんな弱くなったのかっていうね、まずね一番のねこれね原因はね、やっぱりね中京大中京、甲子園に出るタイミングが悪すぎるっていうところですよね。甲子園ね、中京大中京って意外にもこれね2021年選抜準優勝してるんですよ。このね2021年のね甲子園、この年代に甲子園出たチームっていうのは基本的にほんまにね外れ年ってよりか弱くなるんですよ。だから2021年とかこういうね、あの2020年、コロナ世代って言われるね、無観客世代の時に甲子園行った世代っていうのは、基本的にね弱小化することが多いです。ほんでね、中京大中京準優勝したんですけど、この話知ってる人ってあんまいないんですよね。ほんで、まあそれでまあ言ったらあんまり進路的とか、あの話題にあんまりならなかったと。ほんでその前が2020年の交流戦で、これ2019年に神宮出てるんですけど、多分その2020年春はね、あれじゃないですか、選抜中止になったじゃないですか。ほんで2020年交流戦ですから、練習試合みたいなのを甲子園で、ね、智弁学園とやって、ほんでねその前って言ったらもう2017年なんですよ。でそれも1回戦で広陵で負けてますから、だから中京大中京っていうのはほんまに甲子園でのほんまあのなんていうんですかね、こうほんまだからここ最近はマジで恵まれなかった高校かなと思います。だからこそあの愛工大名電であったり東邦高校とかがあのね、やっぱこう名前を売れるようなあれがあるんですよ。まあ東邦高校で言ったらね、あの女子マネージャーが多いとかね、あの藤島選手とか、あ藤島選手がなんかあの何ですか、あの女の子となんかこう女子マネージャーとなんかツイッターでね回ってきたりとかでね、うわあの高校入りたいなとかね、ほんで東邦高校、まあ東邦高校ばっかですけど、あの応援がねめっちゃかっこよくて話題になったり、で愛工大名電、まあこの直近の話で言うとね、まああのかっこよかったじゃないですか、こう天国に向かってこうなんかガッツポーズするみたいな、あんなんとかめっちゃ流行って、もうめっちゃこうブームになって、みんな名電行きたい、東邦に行きたいっていうところで、まずね、愛工大、ミスター中京大中京っていう高校はものすごいね人気がなくなってると。ほんでね、ここになおかつあの愛知県の選手って地味にこのね岐阜がね近いですから、あの岐阜にね結構行ったりするんですよ。ほんでこのね岐阜の野球っていうのがね、ここ最近ねものすごいねレベル上がってきてるんですよ。もう前までやった大垣日大がもうほぼね一強みたいな感じでしたけど、ここにね県岐阜が入ってきて、
ほんでね、岐阜第一もね、ものすごいね、レベル上げてきたり、その監督変わってね、福知山整備の監督が来て、レベル上がったり、ほんでね、会社監督な、ね、率いる、県岐阜もね、大阪のね、前まで、なんですか、枚方ボーイズがいっぱい選手を取ってるみたいな感じでね、修学館の時言われてましたけど、今ね、取ってる選手って、もう愛知とかね、岐阜の選手ばっかなんですよ。だからね、あの辺の選手がもうそもそも、中京大中京に行くっていうのがなくなってるんですよ。やっぱりこうちょっと中京大中京ってやっぱちょっとね古い高校のイメージもありますし、やっぱ人気がねだいぶ落ちてると、もうこれがねもう一番の大きい原因かなと思います。ほんでね、まあもうこうなってくるとやっぱりね、もうこの年でも、まあこれ春1回戦負けとか、ほんで去年のね夏1回戦で負けたりとかでね、バーってね、もう去年の夏1回戦で負けた時はものすごい、ね、話題になったんですけど、もう今ね今年春ね1回戦で負けてもね、まああんまりね誰も知らないじゃないですか。だからねやっぱりねこういうことでやっぱりほんまにねめちゃくちゃに弱くなってるんですよね、中京大中京という高校は。だからねこうなってくるとやっぱりこう愛知の野球もねちょっとこう、名電と東邦二強になってくるんかなって僕はね思いました。だから中京大中京ね、僕はものすごいね好きでね、応援しとったんですけど、もうねなかなかもうこっからね立ち直るにはやっぱりこの今の何ですか、愛工大名電の試合見て、これ1年生が新しいのはまあ次のね、まあ3年後はね愛工大名電がめっちゃ強いじゃないですか。だからそれまでに、なんとかね、中京大中京が、甲子園になんとか1回出ないと、まあ、特に夏ですよね。夏一回でも出たら、またね、こう、ブームがね、ものすごく来るんですよ。このコロナ世代の、2020年、交流戦とこの2021年のね、選抜出たチームとかでね、結構ね、時代が終わるチームって、人生学園とかもね、この期間に甲子園にね、出てるチームなんですけど、やっぱりこう、この期間にね、甲子園にはね、出てね、ほんまはね、もうすごいね選手とかもね集まるんですよ。甲子園効果ってえぐいんですから。でもねこういうコロナ世代に阻まれたせいでやっぱり、中京大中京みたいなね、感じで、やっぱ人生学園もね実際ねそれからね全然甲子園出てないじゃないですか。だからこのコロナ世代に甲子園行くっていうのはもうほんまにその時はものすごいわーコロナで甲子園出られんかったかみたいな感じで思うんですけど、もうこれはねもっと深くでもっと深いねダメージでね、この後のね、こうやって未来の、選手たちが入ってこないっていうので、この何ですか2022年2019年このコロナ世代甲子園出たチームっていうのはほんまにね選手の何ですかねこの循環がねめっちゃ悪くなったと僕は思います。まあそのね明らかな競合とかは違うんですけど、やっぱこれぐらいのねどっこいどっこいのチームっていうのは、コロナ世代甲子園出て逆にまあ、ほんまに損したかなって僕は思います。だからね、中京大中京はもうねちょっとね完全時代終わってしまったなっていう話を今日はしてきました。はい、ということで皆さんの意見ぜひコメント欄で。それじゃあお疲れ。